Podcast。木曜特集ブックトレイルです。函館行動丸井舞店店長石明子さんを迎えしています。店長よろしくお願いいたします。お願いいたします。それではですね、月間ランキングをお届けしたいんですが、第3木曜日にお届けするのでランキングとしてはですね、こうあの中間という形になるんですけれども、日付的にはいつからいつまでという形になりますか？日付的には3月の16日から4月の15日までの、はい、1ヶ月を集計いたしました。はい、ということでこの季節の変わり目のね1ヶ月間ということを集計しています。それではまずは文芸書の月間ランキングです。 No.5 新潮社、宮島美奈、成瀬は天下を取りに行く。 No.4 飛鳥新社、雨穴、変な家。 No.3双葉社、雨穴、変な絵。 No.2 講談社、伊集院静香、風の中に立て。 No.1 飛鳥新社、雨穴、変な家にとなっています。まずですね、雨穴さんの本が3作も入ってるということですごいですね。はい、集計してみてちょっとびっくりしました。はい、なんか全部入ってると思いまして。全部入ってますね。変な家シリーズの方が先でいいんですか？あ、はい、変な家シリーズが先で大丈夫です。はい、で変な絵も出ていますし、変な家にも出たということで、はい、映画もありますからやっぱり人気なんですね。人気です。でも全部が入るとはちょっと思わなかったので集計してちょっとびっくりしました。かなり売れているということですね。はい、そしてあの5位に入っているのが本屋大賞受賞作ということで、成瀬は天下を取りに行くとなっています。こっちも話題ですね。はい、その他に今の5位から1位までご紹介したんですけれども、10位あたりもですねちょっと出していただいてるんですが、見てみるとあの倉谷徹子さんの続窓際のトットちゃん、川崎明子さんの共食いあたりも10位内に入ってますので、長くやっぱり売れてますね。はい、やっぱりちょっと5位圏内からは外れてしまったんですけれど、はい、まだ動いているので、はい、6位に入ったって形になります。はい、人気作が続いています。まずは文芸書の月間ランキングでした。続いて文庫本の月間ランキングです。No.5 星雲社、南の雪か、猫の湯営業中です。函館あやかし戦闘物語。No.4 公文社、佐伯康秀、いまだ謎芋洗い菓子3。No.3 幻冬社、東野圭吾、白鳥とコウモリ家。No.2検討者、東野圭吾、白鳥とコウモリ上。No.1飛鳥新社、雨穴、変な家文庫版となっています。とにかく変な家は売れてるんですね。はい、もう文庫も入ってるので1位なので、はい、はい、あのすごいなと思ってます。本当すごいですね。文庫の変な家が出てるのに文芸書でもあの変な家はランキングに入ってるっていうのがすごいですね。はい、同じサイズで欲しいっていうのがやっぱあるんですかね。やっぱり同じサイズ揃えたいなと思います。あ、本棚にこう並べた時に同じサイズいいですよね。はい、そういうのもあるかもしれません。私は結構あの想定が素敵だからこの本買いたいとかもありますけどね。あ、なるほど。さて文庫本ランキングの中ではですね、あの道南在住の作家の方ということで、南野幸香さんの本が入ってますね。はい、猫の湯営業中です。函館あやかし戦闘物語、こちらも長く売れてる本ですね。長くコーナーも展開してますし、長く売れておりますし、はい、やっぱり函館地元の本なので、はい、地元のあのいろんな名所とかも入っているので、やはり人気です。人気ですね。実は観光の方も函館のコーナーに寄っていただいて、はい、ね、函館の本っていう形で買ってか、はい、行かれる方もいらっしゃいます。わ、これ嬉しいですね。はい、観光で行かれた場所なんかが出てきたりすると嬉しいなとかありますね。読んだら多分また来てくれるんじゃないかなって、はい、ちょっと期待しますね。ここ行ってなかったとかあるかもしれないです。はい、いいですね。5位に入っています。そしてあの10位までもあのちょっとチェックしてみますと、話題作あるんですが、あのアルジャーノに花束を、はい、これあのダニエル・キースの、ね、作品ですけども、2005年出たバージョンが、まあ、の版が入ってるんですが、うん、これ古くから私が中学生ぐらいからずっと読まれてる本ということで、はい、やっぱり長らく人気なんですね。はい、長らく人気で、なんかあの店内で声かけられる方、はい、若い方にありますかって声かけられるの、若い方に人気なようです。それではコミックの月間ランキングです。No.5 講談社、
野村雄介、金城宗行原作、ブルーロック28巻。 No.4 集英社、遠藤達也、スパイファミリー13巻。 No.3 小学館、青山豪昌、名探偵コナン105巻。 No.2 集英社、堀越康平、僕のヒーローアカデミア40巻。 No.1集英社、アクタミゲゲ、呪術廻戦26巻となっています。コナンすごいですね。コナンすごいです。105巻。はい、巻数もすごいですけど、はい、コミックやっぱりあの王道のランキングには王道が入ってくる形になっておりますが、特に今回の注目はコナンで、はい、やっぱり今回あのやっぱ函館舞台の映画が4月12日から公開しているので、はい、100万ドルの道しるべですね。やっぱり函館舞台ということもあるので、まあ、あの函館山ロペさんでもコラボしてますけど、はい、そういう関係で函館各地で盛り上がっているので、いつもよりコナンが加速して売れてます。はい、なるほど。はい、まあ、当店でもあのコーナー作ってるせいもあるかもしれないんですけど、はい、もう盛り上がってるのでいつもより加速して出てるっていうのがすごいなと注目できると思います。やっぱりこうアニメでこう映像作品になって面白いっていうのはあるんだけど、もともと漫画が面白いからっていうのがそう思います。もう大前提ですよね。はいはい、いやコナンで多分全部お持ちの方結構いらっしゃると思うんですけど、一回本棚見せてほしいと思って105巻分こう並んでるのを見たいなと思うんですが、3位に入っています。そしてもう定番で売れてる作品が多いということなんですが、実は9位に入っているのがワンピースなんですけど、108巻まで出てるということで、はい、すごいですね。もうどこまで行くんですかね。どこまで行くんでしょうかね。はい、終わりがでも来ないでほしいってなんか思うところもあるっていうか、ね、確かに、はい、関数がコナンもそうなんですけどね、うん、なんならもう200巻ぐらいまで行けるぐらいまでお願いしたいってぐらい人気作ですね。はい、話題作が、続々ランクインしているというコミックランキングです。それでは雑誌の月刊ランキングです。No.5 中央公論新社、婦人公論24年4月号。No.4 リクルートホールディングス北海道社覧24年4月号。No.3 NHK 出版、 NHK ラジオ英会話タイムトライアル24年4月号。No.2 NHK 出版、 NHK 今日の料理24年4月号。No.1 NHK 出版、 NHK ラジオラジオ英会話24年4月号となっています。英会話なんかは4月号からということで、はい、始まりの号なので、はい、買う方はいつもよりさらに多そうな感じがします。はい、やっぱりスタートをもう始めてみようっていうところで、はい、4月号が一番売れます。そうですよね。はい、これずっと続けてほしい。ずっと続けてほしいです。そうですよね。1年間通してやるとやっぱりちゃんとこうステップアップしていくようにできてますし、はい、放送とこう一緒にね学んでいくっていうのがやっぱりこう頑張るぞってい こう気持ちにつながりますよね。つながると思います。特にやっぱり英語が動きます。英会話とか英語が動きます。今ちょうどですねスタジオの外も海外からのお客様がいっぱいなんですけど、ハロー。これでもっと英語が私も喋れたらなんですけど、そういう時に、ラジオ英会話でもなくていいってことですよね。英語って言ったら英会話っていうのが多分ポイントなんじゃないでしょうかね。あ、そう思います。はい、英語だけじゃ英会話ですね。英会話ですよね。はい、言いたいことを言いたいっていうのがあるんですよね。はい、これ月刊ランキングなんですが、雑誌も、この NHK のテキストですね、こちらが売れていますし、今日の料理はやっぱり定番ですね。はい、もう定番で毎回入ってますけど、はい、まあ、特集がいいと思います。今回は春の野菜レシピです。なるほど、季節感のある料理が入ってくるというのがやっぱりいいんでしょうかね。はい、いいと思います。テレビで見ては美味しそう、作り方メモと思うんですけど、やっぱり本欲しくなりますもんね。欲しくなる、気になるのが出ると人気です。 2位に入っています。そしてジャランが今売れているということで4位に入ってますね。こちらのジャランの特集なんですけれども、はい、北海道の道の駅特集です。あ、なるほど。でランキング形式で紹介しているページがあったりとか、はい、もう観光シーズンにはもう持ってこいの一冊となっております。やっぱりドライブに行きやすいシーズンに入ったっていうのがあって、はい、旅行に行きやすいっていうのがじゃらん買っとこうかなっていう場合もありますね。はい、道の駅巡り、私もどっか行ったら見つけたらもう寄らずにはいられないみたいな感じありますけど、行きますか店長は。行きます。道の駅楽しいですよね。楽しい。
いいですね。なんかさっき野菜買ったんだけど今回も買うみたいな感じで、同じものあってもまた買ったりするんですけど、あのそういうあのお土産品があるのもいいんですけど、あのちょっとしたこうなんか軽食類があるところ、はい、美味しいところもいっぱいあるじゃないですか。何回でも食べちゃいますね。あ、わかります、はい、私ソフトクリーム何回も食べてます味違いますよね、行くたびに。美味しいですね、はい、でもそれ巡りでソフトクリーム巡りで行かれるっていう方も多いと思いますので、道の駅ね、あのジャランさんで道の駅 の、 あのランキングとかあったりして、あのすごく人気のところ、あの道南も人気の道の駅があるので、はい、注目ですね。注目です、はい、ぜひ今売れてます北海道じゃらんが、2024年4月号ですね、はい、4位に入っています。雑誌の月刊ランキングでした。そしてランキングおしまいは実用書の月刊ランキングです。 Number 5、アスコム山村集計、老後一人暮らしの壁。 Number 4、検討者三木亮介、無敵の100歳。 Number 3、角川増森優、70歳からの老いない生き方。 Number 2、北海道新聞社、北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック2024。 Number 1、サンマーク出版、辰巳一郎、100年膝となっています。体を健康に保つとか、はい、まあ、いわゆるこう老年期に入ってからどう自分らしく生きるかなんていうのがやっぱり実用書ランキングではずっと入ってきますね、本が。はい、やっぱり注目されると思う。こちらの5位に入った老後一人暮らしの壁っていう本なんですけど、はい、なんか元気のうちにあのこれからの準備をしとこうっていうタイトルの本なので、はい、元気なうちにお金の管理とか病気の備えとか、はい、あの人の付き合い方とかどういうふうに快適に生きていくっていうか生活していきましょうかってことがちょっと詰め込まれている、ちょっと知恵、そういう楽しむ知恵みたいなことになっておりますので、はい、5位にちょっとランクイン入ってきました、はい、今ちょっと売れ始めてる本です。あ、なるほど。じゃあこれ今後ランク上がってくるんじゃないでしょうかね。はい、可能性があると思ってます、はい、2月に出たばかりの本です。三木亮介さんの無敵の100歳っていうのもね、三木亮介さんといえばロングブレスダイエットで一大ブームなりましたね、はい、みんなブーってやってましたもんね。やってましたお腹をね吹き吸って、お腹をへこませてやってたんですけど、あの三木亮介さんが無敵の100歳ということで、はい、なんかタイトルだけでも説得力あるって感じします。もうこの方も説得力あるお話の仕方もするので、はい、すごく本も説得力がある内容となっております。はいはい、あの期待大の方が、ね、期待大です。すごい多いと思います。そしてずっと長く売れているのが、函館にいらっしゃるお医者さんで増森優さんの70歳からの老いない生き方ということで、はい、うん、お医者さんでいらっしゃるので、その患者さんといろいろやり取りしていて、やっぱり感じていることとかたくさんあるということで本も書かれたということなんですが、先生をご存知という方もそうではない方もやっぱりこの本から受けるいろんな話っていうのがあるわけですよね。あ、そうです。そうですね、この先生の本を欲しいっていう方やっぱりいらっしゃるので、はい、探してましたって方もいらっしゃったので、なんか求めてる方は多いと思います、はい、きっとどなたかからね話題を聞いてね、うん、ちょっと読んでみたいという方もね多いんじゃないでしょうか。栄光堂さんに行くとあります。そしてあのファイターズのオフィシャルガイドブック、はい、やっぱり野球関連が入ってくれると春は嬉しいですね。あ、そうです、はい、こちらの本なんですけど、オフィシャル、毎年この時期にオフィシャルガイドっていうのが出るんですけど、はい、その日本ハムファイターズの選手の情報とか年間の試合のスケジュール、はい、あとは、ファイターズガールの情報も入ってるんです。なのでもうファイターズファンには必見の一冊になっております。選手名鑑も大事ですけども、はい、チームに特化したのもということで、はい、はい、いいですね。このファイターズガールまで分かるんですね、はい、全部分かるようになってるっていう、はい、顔写真となんか、はいはい、詳しい情報も載ってます。なるほど。試合見に行くんだったらこれ持っとかなきゃ、ね、あのお家であの試合観戦される方もこれ持っとかなきゃという一冊ということです。そして100年膝はもうずっと売れているので、もうあのもう何も言うことないと思いながらいるんですが、はい、昨年の7月から売れてるんですけども、これあの5位以内にずっと入っていて、そして 今また1位っていうのがすごいですね、はい、驚きます、はい、いや 悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、ここまで長く売れるのはちょっと書店としてもびっくりしております。それほどその膝の悩みっていうのはなかなかその解決しにくいものであるっていうことなのかもしれませんね、うん、
膝でその病院にかかるっていうだけなら簡単なんですけども、じゃあそれをどう解決するかとか、もしその悩みになる前にどうかできることあるのかなとか、やっぱり気になることっていっぱいあります。はい、元気な時ってあんまり気にならないんですけど、一、はい、回痛むと体ってもう気になるじゃないですか。そうですね。もうちょっと指切れただけなのになんかもう大怪我のような気がするみたいなのあると思うんですけど、あの膝気にされてる方多いと思いますので、ぜひ本も読んでみてください。はい、ということで実用書の月刊ランキングでした。でそれでは続いて店長のおすすめのお話です。ブックトレイル函館江古道丸井前店長の石井明子さんにお越しいただいています。さあ、あの店長がですね、気になる本がいろいろありますということで、以前もお話を伺ったことがあるんですが、今やっぱり本屋さんが一番気になる話題があの出たんですよね。そうです。はい、はい、あの2024年の本屋大賞が決定しました。はい、はい、4月10日に、2024年の本屋大賞の大賞が発表され、今回の大賞は新潮社から出た成瀬は天下を取りに行くに決まりました。はい、この本は当店ではノミネート10作品の中で一番売れてた作品なんです。で書籍のタイトルにもある成瀬あかりという、一人で何でもできてしまうがゆえ他人の目を気にすることなくマイペースで生きる少女、将来の夢は200歳まで生きること、なんかいつもスケールの大きなことを言うが、日頃から口に出して種をまいておくのが大事だという考えを持っており、たとえ目標に届かなくても落ち込まない、その成瀬あかりの行動生き方から元気をもらえる青春小説です。でさらに今今年の1月に成瀬は天下を取りに行くの続編で、成瀬は信じて道を行くが発売されました。で成瀬あかりの多くの人に影響を与えながら我が道を突き進む姿が再び読者に元気を与えてくれると思います。で本屋大賞はノミネートされた10作品から新刊を扱っている書店の書店員の投票で点数が決まり、ランキングされ点数の多い1位が大賞として決まります。本当に働いている書店員さんだけの投票で選ばれる賞なので、他の9作品にも書店員の全国の熱い思いが入っております。もしよろしければ大賞だけではなく他の9作品も手に取ってほしいなと思っております。はい、店舗では大賞の、本屋大賞ノミネートコーナーから受賞作品コーナーにスイッチいたしましたので、はい、継続でコーナーは展開中です。もし品薄で切れてしまった場合もお取り寄せいたしますので、お気軽にお声かけていただけたらと思っております。はい、本屋大賞が、はい、あの行われますよ、ノミネート作品が出てますよっていう話をですね、あのブックランキングで以前伺ったことがありまして、はい、どうなるのかなって気になってるところだったんですが、先週発表があったということで、大賞は成瀬は天下を取りに行くと。でこれはあのですね、今40万部以上刊行しているということで話題作なんですね。はい、やっぱり一番売れてるんですね。一番売れてるんです。はい、あの表紙がちょっとこう、うん、あのイラストが使われていて、はい、いろんな世代の方が手に取りやすいような形。あ、これですね、あのちょっと YouTube をご覧の方は見えるかしら。こっちに、こちらですか。すみません、ですか。はい、これですね、イラスト、はい、イラストの女の子が成瀬さんなのかなって思うんですけどね。はい、これちょっとあの、あ、表紙から見てもちょっと読んでみようかなっていう感じに、はい、印象を受けます。すごい気になる、はい、成瀬さんです。成瀬さん、はい、した。かつてなく最高の主人公現るって書いてるのが、店長もにもお話されてましたけども、あの周りの人に影響を与えながらっていうのがポイントなんですね。はい、なんかあの結構こういろんなこう物語の主人公って、あの自分がどうするのかって、自分がこういろんな人に影響されて成長していくっていうのは多いんですけど、はい、周りの人がいろいろっていう、すごい気になるなと思ってました。はい、強いキャラクターだと思う。そういうキャラクターということで、結構続編も出ているっていうことなので、ぜひ読んでほしいです。で今、受賞作コーナーがあるということで、はいはい、どんな感じのコーナーなんですか。あ、どんな感じ。1位から順番にこう並べているんですけれども、はい、やっぱり成瀬がすごく動いているので、はい、成瀬ってなってます。あ、そうなんですね。成瀬天下取ってるんですね。もう本の中で楽
なでも手が取ってます取ってるんですけども、あの他もいい作品いっぱいあるので、はい、ということで、はい、一緒に並べてますので、はい、ぜひそちらも読んでほしい、はい、ということです。本屋大賞でも毎年話題になりますから、そのあの大賞作は結構映像化されたりとか他のメディアでいろいろっていうタイプも多いんですけど、はい、あの大賞以外も面白いのいっぱいあるんですよね。いっぱいあります。なのであのそあの対象だけではなくて他のもちょっと見ていただけたらなと思います。はい、はい、ぜひあのお店で読んで手に取ってですね、ぜひあのお買い上げいただきたいと思います。ちなみに2位はですね、水車小屋のネネ、3位は存在のすべてをなんていうふうにあります。あと翻訳小説とか結構部門がいろいろあるんですね。はい、部門もあの部門もかあの分かれてありますので、はい、一緒に展開してます。大丈夫です、棚にちゃんとあるということでした、はい、ぜひご覧ください。ということで、今月のお話は2024年の本屋大賞決定ということで本おすすめしていただきました。さあ、あの今回ブックトレイルでご紹介したさまざまな本ですとかランキングに入っていた本などぜひ気になるものがありましたら函館英子堂丸井舞店でチェックしてみてほしいと思います。売り場作りにあのすごいもう命かけてるっていうスタッフの方いらっしゃいますね。はい、もう売り場作り、そうですね、売り場作りとかコーナー作りとかポップに命かけてるスタッフたちおりますので、はい、ぜひ見に来てそのなんて言うんでしょう、力の入っているポップを見ていただきたいです、はい、おすすめコメント見てるとじゃあちょっと読んでみようかなって多分なる方多いと思いますので、はい、お店に足を運んでみてください。木曜特集、月の第3木曜日はブックトレイル、函館英子堂丸井舞店長石井明子さんでした。店長、今月もありがとうございました。ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。かしこまりました。よろしくお願いします。See you in the next episode.